はい、どうもこんにちは。大谷翔平より身長は小さいけど、あれは大きいです。どうも、ゆうたです。ちょっと、ふざけないでよ。はい、ついにね、あれがね、僕99キロまで行っちゃいまして、大谷さんは、ウィキペディア調べなんですけど、95か7だったんですよ。身長は僕187で193なんですよ、大谷さん。だけど体重は僕の方が重いという。ちょっと、痩せます。はい、ということで今日はパーセポンプの交換です。はい、で結構熱でトラブルというか故障しやすいので、特にサーキットユーザーは、なんで今回はオイルクーラー、ちょっとバーステのオイルクーラーつけます。はい、なんでバーステポンプ交換とオイルクーラーの設置という動画になります。結構ね、今もボンネットからちょっとふんわり煙が上がるぐらい、もう多分裏のシールのところから多分漏れて、多分ね、これ鉄板っぽいね、持病っすね、これも。ダブル RX インプ系の。はい。なんで、変えていきます。はい。ほんだらね、今回使うパーツ、まずパーステポンプ。パーステポンプの品番こちら。で、新品にしました。リビルトとかね、あるんですけど、結構話聞くとちょっとリビルトで失敗しましたとか、あります、そういう話で。逆にリビルトでも問題ありませんっていう人もいるし、まあ僕はもう思い切って新品にしました。ちょっとね、また交換だとか頭抱えてね、ちょっとトラブルっていうのはめんどくさいので、もう新品で解決しようと。はい、で今回あとこちらリザーバータンク、もうこれもね、なんかね、ちょうど割れてきて漏れるらしいんですよね。はい、そういうのもあるらしいので、ちょっとねこれ高いんですよ、タンク。品番こちらですけど、確か8000ぐらいするのかな。はい、で今回パーステね、やっぱ VB、 まあダブル RX インプ系はきついっていうことで、この日産の、パーステオイルクーラー純正です。でこれ Z33 とか系のやつかな、スカイラインとかで、 GTR の35のやつはもうちょっと冷えるやつがあるらしいんですけど、値段がねかなり違うので、倍ぐらい違うんで、まあこれでも十分で冷えるらしいので、まあこちら。で、まあホースバンドと、で、今回ホースはブリヂストンのこちらです。一応3メーター買ってある。内径外径忘れちゃったな。覚えてたら載せときます。あ、9π の 1.5 ってやつかな、これかな。でフルードはモティズさんの M331、 まあおなじみの、まあなんだろうな、ちょっと硬いスポーツ系とか、硬い流動性硬いやつだと、パーステポンプ、スバルのパーステ相性悪くて、柔らかい方が、パーステにいいので、あんまりね硬いと重捨てになっちゃうんですよ。はい、なのでこれを使います。はい、そしたらちょっとポンプとか取ったことないんですけど、
まずちょっとここ外して、でまずポンプからちょっと取ってこうかなと思います。ほいだらこれ取った方がいいね。でここをまずオルタのところ、この張り具合ちょっと覚えといて、結構硬いんだよね。こっちじゃねえか。これでオルタが今降りたんで、はい、今ですね、そこと、あとここの裏にねボルトがあるんですよ。なんでちょっとこの辺の配線とかホースが邪魔なんで、今ちょっと一通り取ってて、でこれも取れば多分だいぶスペース空くんで取れるんじゃないかなと思います。はい、ちょっと勘違いしてて、バーステポンプの本体の真裏っていうか背面についてると思ったら、横のステーがこうブロック自体にこう入ってる感じなんで、この延長のエクステンションでちょっと取ってみますね。ここももうボルタもなんかグッてやったらさっきより降りたし、ステーも下先に取っといた方が良かったかな。一応さ、今ここのエクステンションで縦の取ったんですけど、ここだけかと思ったらこっち前にこう2個あって、でここに1個刺さってる感じです。取った方がいいんだね。あっちいな。あちゃちゃちゃ。
よいしょ。これで取れるはず。せっかくここを取ったのに外れてる。いや。よいしょ。よいしょ。よし。よし。これで取れるんだけど、ここもうあれだね。あ、やだ。センサー系ここ結構細いのもあるんで気をつけてください。これここでもう取るしかないね。ちょっとあれだね、ウエスで。はい、まず撮ったところ見ていきましょう。見てください、この血の海。これはね、そりゃ煙出るよね。はい、そりゃ垂れるよ下に。まあこれはちょっと今お掃除して、はい、やります。いやー、すごいね。すごいわ。はい、で取り外したやつなんですけど、多分ねこの辺から隙間から漏れてるっぽいんで、この裏の多分シールだと思うんですよね。はい、はい、今ねこれを折れた本体からこのステーを外そうと思ってたんですけど、このネジ、ここがね、
すでになんかちょっと回した跡があったんですよ最初から。でめんどくせえからと思ってインパクトでガーってやったらちょっと舐めちゃって、マジ超絶絶望だったっすね今。絶望すぎてカメラ回せなかった。でこれは前ここ重い、ここっすね猫。はい、んで取れるんだよね多分。はい、今突き終わりました。こことあとこの配線とここね、ちょっともうね再利用しちゃったんですけど、次はここをボルト壊す覚悟でここのボルトも発注しとこうかなと思います。あとこれか、これをつけて、はい OK。 じゃあちょっとお掃除終わったんでつけていきます。あれか、まずこれつけていこうか。お、カバーがついてた。お、これ中ねオイルあるんで多分ちゃんと実験してるんだと思います最初。製品チェック。後でもう一回閉めるけど忘れないようにね。よいしょ。この辺のホースはねこの前変えたばっかりなんで、見ていただいている方はご存知かと思うんですけど、よし、
ここのボルト嫌な感触なんですよね。なんか嫌な感触だな。ちゃんと入ってないっていうか、なんかネジ山が、なんかあれ塗ってあんのかな。行かれてるわけじゃないけど、すごい感触が硬くて、多分間違えてた、こっちだ入れるやつ、だからなんか変だったんだ。でもそれにしてもなんか変だったんだよね。ベルトも特にパサパサほつれてるようなとこもありません。でベルトも入れ終わって、
である程度来たんで戻しよう。これブローバイ、これこっちか。よいしょ。ここがダリ。よし。あとパージ。あとはここで締めると。よし、 OK。 ここもあのボルトペンで印つけてたんで、一応針同じぐらいに戻ってます。よし、この辺も OK でしょ。で、ホース類、あ、カプラーがついてねえわ。確認大事ですね。よし、あとはこっから取ってくるわけなんですけど、あと先にちょっとバンパー外さないとつけらんないかな、クーラーを。はいはい、今バンパー取ったんですけど、レイアウトはまあここのやつで、あとここをちょっとステイでこういう感じでやろうかなと思ってます。で、こっちの穴通してって、で、まあそこかな。そこの穴かな。そこか、でも結構急カーブになっちゃうよね。ここもなんかちょっと、レイアウトはこんな感じで構成したんで、あとちょっとここに穴を開けてきます。一応穴開けはこの激安ホールソーでやりました。今ねここホールソーで穴開け終わったんで、でもここちょっと削りが甘いんで、ゴムを保護のやつを巻こうと思ってます。
でしょう。こんな感じで保護してあります。はい、こちらはもうねこれで完成です。はい、でここもちょっと怖かったんでダメージ組んだゴム巻いてます。でこの隙間から行って、まあ、ここ通ってこんな感じで、まあねこの辺暑いんでちょっとね通るの嫌だけど、まあ、ここもともと高圧ホースももともとの線もねホースも通ってるし、まああんまり距離伸ばしてもねっていうのあるんでここにちょっとはいやってきます。飛んだ。うわ、やべえな、すっげえぶっ飛んだ。やだ。もうぶっ飛びは夜だけにしてって。よし、 OK、 はい、ですね、ここ今撮りたいんですけどちょっと量入ってるんで、でここ合わせて今回しても空なんで、ここの残量が奥に入っていけばここ空になるんで、なんでちょっとハンドル回して今ここにあるのを中に入れて、でそしたらこれ外せばなるべく出てこないと思うんで、ちょっとそれで一回やろうと思います。ネジは2本です。リザーブは見ればわかると思うんで、ここは割愛します。ちょっと漏れるな。結構漏れるな。
よいしょ。よし、はい、これで全ての交換が終わりました。はい、これでもうね、パーステ周りは全部、ホースもポンプもあとラックだけだ、新品になってます。あとはこれでエア抜きですね。ちょっとまあエア抜きやってきます。あと漏れもないかチェックしないとね。じゃあ入れてきます。さっきねホース全部止めたんですけど、ちょっとね古いの出してなかったので繋いじゃって、古いの今出してます。はい、古いの出し終わって、まあちょっとクーラー追加したんで1リッターちょっとぐらいはこう出し切ってからね、出し切ってからちょっと繋いで新しいの2リッター2段目の缶を開けてちょっとまた回そうと思います。交換も終わって、エア抜きも終わって、漏れチェックはないんですけど、この辺とかももうないんだけど、煙がね、まだ出るんだよね。まあ掃除したんだけど、残りがまだちょっと燃えてるのか、もしくはなんかちょっとエンジンオイルっぽい色のオイルもちょっとアンパンに垂れてたんで、ちょっとパワーステじゃなくて今度エンジンオイルの方が怪しいかもしれないですね。とりあえずパワーステはもう問題ないですね。はい、という感じで以上でございます。